林光太は、和歌山県岩出市出身のプロ野球選手。宇藤左打、広島東洋カープ所属。岩出小学校1年から岩出ヤンキースで野球を始め、6年時にタイガースジュニアに選出される。岩出中学校に進学後は、奇襲ボーイズでプレー。小中時代は主に星として出場した。中学時代は、通算32本塁打を記録する。 一弁は歌山高校に進学すると、三塁手に転校し、一年春の県大会から出場する。一年夏は5番、三塁手で起用され、地方予選ベスト8。一年秋から3番を任され、二年夏に甲子園初出場。初戦の高南戦で中堅左に本塁打を打つ。大会中に右肘を疲労骨折し、大会後に手術を行ったため周期大会及び、 近畿大会に出場できず、リハビリに専念する。3年春の甲子園ではチームを準優勝に導くが、優勝候補に挙げられた3年夏の甲子園では、大見高校に敗れ初戦敗退。2018年10月25日のドラフト会議では、広島東洋カープから三位指名を受け、11月15日に契約金4500万円、年俸600万で仮契約を結んだ。 2019年、ウエスタンリーグで102試合に出場。315打数71アンダ、打率225オプス674を記録。1年目の本類だ7本は、ウエスタンリーグの高卒1年目の新人では、最多タイである。2020年は、ウエスタンリーグで4番に座り、打率266、69アンダ、9本類だ。 40打点を記録。10月2日に一軍に初昇格し、10月9日にはプロ初安打を記録した。高校通算49発のパンチ力と広角に、長打を運べるバッティングが魅力。手本とする選手として、広島に所属していた、同じ左打者の丸加工を挙げ、将来的にクリーンナップに座って、シーズン40本塁打を目標に掲げた。 三人兄弟の末っ子で二人の兄も野球をしており、長兄は神戸国際大学附属高校時代に夏の甲子園出場を果たしている。ありがとうございます。